スターバック、1973年4月23日体は、フィンランド系カナダ人のプロレスラーである。北欧フィンランドのプロレス団体、FCF の創設者兼プロモーター兼選手であった。カナダのカルガリーでプロレスを学び、1990年代後半にフィンランドに渡る。その後、欧州マットを転戦し、2006年にフィンランドで FCF を創設。 2010年2月に FCF でタジリとシングルで対戦。その後スマッシュに所属選手を送り込み、2010年7月のスマッシュ 5&6 の中夜ダブルヘッダーで初来日。以後スマッシュ7から10にかけてタジリ、アキララと FCF 王座をめぐって争う。2011年8月11日スマッシュ王座決定トーナメント2回戦で、 天竜玄一郎を破る。2011年10月28日、スマッシュ王座決定トーナメント決勝戦で田リを破り初代王座を獲得。2011年11月23日、自身の希望により、全日本プロレスに、初参戦。2011年11月24日、デーブ・フィンレイを相手に初防衛戦に挑むも破れ、王座陥落。2018年、 フィンランドに新団体、スラム、レスリングフィンランドを設立。フィンランド国内ではプロレスのみならず、デザイナー、ミュージシャンとしての活動も行っている。ありがとうございます。